お待ちください。これ今見えてますかね？はい、見えてます。見えてます。はい。よいしょ。これが邪魔？これどういうかな？はい。それでは、クロージャー 1.12 の概要紹介というので、ヘイトスが発表します。よろしくお願いします。はい。で、まあ、なんか、いきなりなんですが、クロージャーの、時期リリースが、まあ、クロージャー 1.12 というふうになっていて、まあ、今まで、12.0 のアルファ4というのまで、リリースがすでに済んでいる状況です。で、なんですが、まあ、クロージャー一応例年、まあ、大体1年に1回ぐらい新しいリリースがあるというぐらいのリリーススケジュールで回っているんですが、まあ、すでに、前回の、1.11.1 が、去年の4月とかなのか？あれ？そんなこと？ああ、そうですね。ぐらいとかだったと思うので、まあ、その前回のリリースからは1年以上経っているという状況です。で、まあ、アルファ1が、去年の7月にそもそも、リリースされているので、アルファ1からも1年ぐらい経っているというような状況で、結構、まあ、例年と比較すると、ちょっと時間が結構かかっている方かなという感じです。で、というのも、まあ、なんか 1.12 で入りそうなのというのが結構、まあ、ここ最近の中では大きめな変更になりそうという感じで、予定されているからなのかなというふうで、まあ、今、まだリリースはされてないんですけど、割と、仕様だったりとか、まあ、実装だったりとかっていうレベルで、まあ、調整が入っているものがいくつかあるのかなという感じの段階です。で、まあ、今日はその、変更のうちのいくつかを、ピックアップして紹介するという感じになります。で、1.12 の、主な変更としては、まあ、大体、今まで出てる中では3つぐらいあって、ちょっと、今日の話としては、3つ目に書いたドロップパーティションの高速化っていうところは割愛するんですが、まあ、それ以外の、アドリブという機能と、まあ、あとは Java のインターペラビリティの強化というところを、ちょっと紹介していこうと思っています。はい。で、アドリブについてなんですが、なんか、何回か前の、ティータイムの方で、ちょっと話をしたので、もし参加されてた方は、若干聞き覚えがある話かもしれないんですが、まあ、アドリブという、関数が新たに、追加されています。で、まあ、レプルに生えているという感じですね。レプルの中で、アドリブという関数が使えるようになっていて、で、アドリブで、ライブラリー名とかってやると、そのライブラリーと、まあ、そのライブラリーが依存するライブラリーを、まあ、ダウンロードしてきて、ロードしてくれるという機能です。まあ、今まで、こういう、動的にライブラリーを追加するみたいな機能はクロージャーになかったので、まあ、それが、レプルから便利に使えるようになるという感じです。まあ、最新版、デフォルトだと、まあ、最新版がダウンロードされるという感じだと思うんですが、まあ、オプショナルで、バージョンも指定することができるようになっているので、まあ、特定のバージョンを指定したいという場合には、バージョンを指定するという使い方もできます。はい。で、
ですね。はい。まあ、一応、サードパーティーのライブラリーとかで、なんだろう、ポメグラネード、だったかなとか、まあ、なんか、いくつかは似たような機能を持ってるようなものはあったんですが、まあ、公式で、サポートしましたというのが、アドリブになっています。で、アドリブは、まあ、使う分には割と、シンプルに、まあ、感想を呼ぶだけという感じなんですが、構成要素としては、ま、いくつかあって、で、ま、もともと、その、ま、クラスローダーという概念は、ま、Java 由来なんですけど、クロージャーのクラスローダーで、ダイナミッククラスローダーというのが、ま、もともと言語に組み込みでいて、その、クラスだったり、まあ、ライブラリーもそうですけど、ライブラリーとかの動的労働とかの仕組み自体は、そのダイナミッククラスローダーというのが、になっているという感じで、まあ、もともとそういう機能自体はあったんですけど、まあ、そのライブラリーを、その、動的にロードするってなると、そのライブラリーの、依存ライブラリーを解決したりする仕組みも必要になってくると。で、今までそこが、なかったので、まあ、そういう機能をサポートしていなかったという感じになっていましたと。で、なんですが、まあ、最近だと Clojure CLI っていう、まあ、Clojureの、なんと言うんでしょうね。まあ、パッケージ管理もできる。パッケージ管理もできて、そのパッケージをロードできる、状態で、レプルなり、まあ、クロージャー自身を起動できるという、まあ、CLI のコマンドが、公式に、提供されているんですけど、まあ、こいつ自身に、その依存性の解決はやらせるという方針で、決まったのが、まあ、アドリブという機能として提供されているという感じです。で、まあ、それにつなげるために、インボークツールという機能が、加え、1.12 で新たに加えられていて、で、まあ、インボークツール自体はそんなに大した、機能ではないんですけど、まあ、単に、その Clojure CLI を、別プロセスとして、起動できるユーティリティみたいな感じのものです。で、こいつに、まあ、こいつ経由で、その依存ライブラリの解決とダウンロードをした上で、ダイナミッククラスローダーで、その、ダウンロードしてきたライブラリをロードするというような作りになっているという感じです。で、まあ、なので、こういう作りになっているので、まあ、その、なんでしょう、Clojure CLI に、内部的には頼っているので、まあ、Clojure CLI がないと、うまく動かないというふうになってます。一応、作りとしては、Clojure CLI 以外で起動したレプル、まあ、例えば来人間とかで起動したレプルとかからでも、使えるには使えるんですけど、内部的にはその Clojure CLI が呼び出されるという感じになるので、システム上には、Clojure CLI が必要になるという感じです。で、もう一つの懸念としては、まあ、もし来人間とかで、使った場合に限る話ですけど、の場合、その、来人間と、Clojure CLI、まあ、DevSSN ですけど、で、その依存ライブラリーの解決のポリシーが若干異なる部分があるはずで、なので、その、微妙な違いによって、その解決されるライブラリーのバージョンとかが若干異なる場合がある可能性があるという感じで、まあ、そういう意味でも、まあ、あまり、来人間とか、Clojure CLI 以外の、から、
起動したレプルから使うっていうのはあまりおすすめではないかもしれなくて、まあ、基本的には Closure CLI から使うというのが良さそうという機能になっています。はい。まあ、なんか若干駆け足ですけど、アドリブについてはそんな感じです。で、Java インタロープについてですけど、まあ、そもそも Java インタロップ、インターオペラビリティというのは、まあ、Closure から、まあ、Closure は Java の上に作られているわけですけど、Java のそのオブジェクトを作ったりとか、メソッドを呼び出したりとかっていうのは、まあ、割と Closure から自由にできるようになっていて、まあ、そいつのことを Java インタロップと呼んでいますと。で、なんですが、まあ、Java 自身も、進化しているんですけど、Closure のその Java インタロップの機能っていうのはそんなに、なんだろう、割と初期からそんなに変わっていないという感じで、Java の、まあ、割と最近入った機能とかっていうのはあんまりサポートしてない状況です。で、よく言われるのが、その Java 8で入った、ラムダ式とか、メソッド参照とかっていうのが、まあ、割と、なんでしょう、そのコーディングスタイルが変わるし、まあ、API の、まあ、使い勝手というか、まあ、そういうものが変わるレベルの、機能なんですが、まあ、そういうのは Closure はサポートしていないと。いう状況になっていて、まあ、若干、それによってこう使いにくい API とかっていうのが、あったりすると。で、Closure 1.12 では、まあ、これらの機能を、まあ、部分的に、さらにサポートするという予定になっています。で、ですね、はい。その具体的には Closure の関数を Java のラムダ式として使えるようになるというのと、メソッド参照と呼ばれる機能があるんですけど、まあ、これの、サポートもするという感じで言われていますが、まあ、どちらもあんまり情報がまだ出てきていないという感じですが、まあ、一応、なんかブランチは生えている。開発ブランチは生えていて、まあ、使おうと思えば使えるというぐらいの感じになっています。で、あとは、Java の可変長引数っていうものも、まあ、これ自体はむちゃくちゃ昔からある機能なんですが、けど、Closure はサポートしていないということで、一応、当初は、この可変長引数のメソッド呼び出しのサポートっていうのも入る予定だったんですが、まあ、最近になってちょっと除外されそうという雰囲気になってきましたという感じです。で、まあ、ラムダ式って、まあ、何なのかっていうか、まあ、リスパーの集まりでそれを説明するのもあれなんですが、まあ、Java で、まあ、あたかも、その、ファーストクラスの関数があるようなコードが書けますというのが、ラムダ式で、まあ、ここで挙げてるのはイントストリーム、まあ、なんか、イントストリームというものがありますと、0から、9までかな、の、整数を、の列が、生成されて、で、それをフィルターして、アップして、for each で出力すると。いうような感じのコードになってるわけですけど、このフィルターとかマップとかに渡されてるものがラムダ式というやつで、メソッド参照というのは、まあ、Java 自体はそのメソッドはファーストクラスじゃないんですけど、メソッド自体も、こう、ラムダ式と同じような感じで、引数に渡せるというふうになっていますと。で、これらっていうのは、まあ、なんで、そのファーストクラスな、関数とかメソッドっていうのはないんですけど、意味的には、
この下のような感じに、まあ、と同じように振る舞うという感じです。で、まあ、何かというと、このイントプレディケートとか、イント、ユナリオペレーターとかっていうのは、まあ、インターフェースの名前になっていて、まあ、それ自体は元のコードには、現れてこないんですけど、まあ、このインターフェースを、まあ、なんだろう、イントストリームの、フィルターメソッドというのは、もともとプレディケートインターフェースのオブジェクトを、引数に取るというふうに、定義されていると。なんで、イントプレディケートの実装であれば、何でも、引数に、取ることができるんですけど、この場合だと、そのイントプレディケートというインターフェースの、まあ、匿名クラスを作って、で、そいつを引数に、渡すというふうになっているわけですけど、まあ、同じように、マップ、メソッドというのは、イントユナリーオペレーターというインターフェースの、オブジェクトを引数に取るというふうに、定義されているんですが、まあ、ここでは、匿名の、オブジェクト、まあ、クラスを作って、イントユナリーオペレーターの実装クラスを作って引数に渡すというふうに、なんて言うんでしょうね、まあ、解釈できるというんですかね、まあ、意味的にはこんな感じになっていますと。で、まあ、なので、そのフィルターとかマップとかっていうのが、そういう、まあ、ファンクショナルインターフェースというんですけど、まあ、メソッドを一つしか持たない、インターフェースのことを、ファンクショナルインターフェースというんですが、そういった、ファンクショナルインターフェースを引数に取るメソッドというものに対して、ラムダ式が渡されている場合には、Java コンパイラーがその該当するインターフェースを推論してくれて、で、その実装を補ってくれるという感じの作りになっていると。はい。で、まあ、で、クロージャー自体は、その、ラムダ式、Java のラムダ式っていうのはサポートしていなかったので、まあ、これまでは、まあ、さっきの、意味的には、これと同じですと言っていたのと、まあ、ほぼ同じようなコードを、まあ、人間が手で書く必要があったと。このリーファイというのが、そのインターフェースを、まあ、インラインにて、インターフェースを実装するクラスをインラインに定義して、そのクラスのオブジェクトを生成するという、シンタックスになってるんですけど、まあ、このリーファイなどを使って、まあ、そのフィルターメソッドとかマップメソッドとかが求めるインターフェースの実装オブジェクトを渡してやるというふうなコードを書く必要があったと。で、これが 1.12 だと、まあ、単に、まあ、さっきの Java の、ラムダ式を渡すコードとほとんど同じようなコードが書けるようになるという感じです。これは、まあ、クロージャーコンパイラーも、まあ、静的に型が分かる場合に限るんですが、もし、そのフィルターメソッドの引数が、分かって、まあ、そのインターフェースが、ファンクショナルインターフェースで、だった場合には、そのファンクショナルインターフェースに対して、クロージャーの関数が渡された場合には、その、関数をそのファンクショナルインターフェースとみなすというようなコードが、まあ、内部的には生成されているという感じです。で、まあ、実際には、先ほど、挙げていたような匿名クラスを作るっていう方法は、まあ、Java の場合でももう、最近だと、採用されていなくて、最近だとそのインボークダイナミックという、
バイトコードのオペレーターがあるんですけど、それを使って、まあ、実現されているという感じになっていて、クロージャーのコンパイラーも、ちょっとまだ、確定ではないかもしれないんですけど、今のところ出ている、変更としては、そのインボークダイナミックを使って実現するというふうになっているという感じです。で、ちょっとまあ、このコードはあまり、細かくは、説明しないですが、まあ、大体出力されるバイトコードとしては、こんな感じのものが出力されますという感じになっていて、このインボークダイナミックというのが、まあ、先ほど言っていたもので、まあ、インボークダイナミック自体もかなりというか、まあ、比較的新しい、バイトコードのオペレーターになっていて、まあ、クロージャーとしては初めて、使う、命令になっていますという感じになっていて、ちょっと読めないと思うんですけど、まあ、インボークダイナミックには、それぞれ該当するブートストラップメソッドというのがいて、なんだろう、その初回に呼ばれたときに、ブートストラップメソッドに、まあ、どういう処理をするかというお伺いを立てに行って、で、その結果が、まあ、キャッシュされるような、まあ、なんか、インボークダイナミック自体は、インラインメソッドキャッシュという、まあ、なんか、実装、なんて言うんでしょうね。まあ、ランタイムの実装テクニックみたいなのがあるんですが、まあそういうものを実現するための、命令になっていますと。で、まあこれによって、まあこれとその Java JVM が持っているラムダメタファクトリーというのがあるんですけど、まあこいつを使うことによって、その動的にその特定のインターフェースを実装するクラスを作るということができるようになっていて、まあ、Java とかだと、その、クラスを実際に作らないことで、そのクラスロードをする、オーバーヘッドを減らしてくれるみたいなメリットがあるような感じになっていると。まあ、クロージャーの場合は、インボークダイナミックは使ってはいるんですけど、実際には、関数ごとにクラスが、この辺とか、FN なんちゃらとかっていうのが出てると思うんですけど、まあ、この辺が関数に対応するクラスなので、まあ、そのあたりのそのクラスローほどのオーバーヘッドを減らすっていう意味ではあんまり嬉しさがないかもしれないですが、まあ、ほぼほぼ Java のラムダ式と同じようなバイトコードが生成されるという感じになっています。はい。で、まあ、こんな感じで、ちょっとまだ機能的にも調整中という感じなので、まだ何とも言い難いという感じではあるんですが、まあ、クロージャーの関数が、そのファンクショナルインターフェースに渡せるようになるというのは、まあ、割と便利で嬉しいという感じなんですが、まあ、懸念点としては、まあ、今までそのクロージャーだと、まあ、Java のメソッドっていうのは、まあ、最悪、その静的型が分からなかったとしても、まあ、リフレクション経由で実行時に解決できるということになっていたんですが、もし、こう、今回のように、クロージャーのコンパイラーがちょっと賢くなって、静的型が分かったときにだけ、暗黙的にバイトコードを、こう、付け足すというような、振る舞いをするようになると、もし静的型がつくかどうかによって、解決できるメソッドが変わってくるという感じになるので、若干そのあたりが、分かりにくい感じになるかなという懸念点があるかなと思っています。はい。まあ、ちょっとこのあたりは何か解決されるのか、ちょっとまあ今後の動向が気になるところではあります。はい。
そんな感じで、まあ、Clojure 1.12 としては、アドリブという機能と Java インタロップ強化というのが、まあ、今のところの主な変更になりそうという話でした。で、まあ、どちらも、割と、その、Clojure ユーザーからは割と要望が強かった機能ではあって、まあ、ようやく、追加された機能だという感じにはなるんですが、そうですね。まあ、メソッド参照は、残課題としてあり、まあ、このあたりは、ちょっとなんかさっき見てたら、実は、メソッド参照も、ブランチ自体は公開、なんか、ここ数日ぐらいで公開されていて、まあ、一応見ることができるようにはなっていましたが、なんかあんまりちゃんと動かないという感じだったので、あまりよくわかんないんですが、まあ、こちらも、まだまだ、いろいろ調整していかなきゃいけなさそうな、段階ではあるので、まあ、最終リリースまではもうしばらくかかりそうかなという感じではあります。はい、そんな感じですが、以上です。ありがとうございました。質問のある方いらっしゃいますでしょうか。すみません。はい。この、このコードを使って、Java インターオップ、Java インターオップを使って、タイプは、使い前にタイプをディフィニション、ディフィニションは、必要ですか？タイプのディフィニション？やはり。Clojure は、ダイナミックタイプ、はい、ダイナミックタイプですけど、このインタープレイ、インタープために、タイプヒントとか、いろいろな、もう、テッププロトコルとかの、タイプ、タイプ、クラスを使うように、タイプを、タイプイントとか使って、必要が、使い必要がある、ありますか？そうですね。買ったヒントは、必要に応じて使う必要はありますね。ちょっとサンプルは割と、今はタイプがある、ないと思いますけど。そうですね。そうですね。はい。サンプル、ここで提示しているサンプルは、あまり型ヒントがいらないようなものを選んで、出しているので、まあ、いらないんですけど、実際には、この場合だと、例えば、イントストリームレンジが何を、どういう型が必要なのかっていうのは、まあ、この、メソッド自体は Java、Java のメソッドなので、静的にスタティックな型がついて、はい、いると。で、Clojure コンパイラーは割とそのあたりの、型を、勝手に推論してくれるので、型ヒントがいらないような感じになるんですけど、まあ、より複雑な場合には型ヒントを、プログラマーが自分でつける必要はあります。はい、はい。ありがとうございます。はい、他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。じゃあ、いかがでしょうか。ところですかね。ところですかね。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。どうやって切るんだっけ。これか。次は、今井さんですね。はい。シェアスクリーン
押して。あれ出てこない。あ、出てきた。はい。見えてますでしょうか。見えてます。あれ、これ消えない。こっちに。はい。じゃあ、聞こえますでしょうか。聞こえております。はい、じゃあ始めます。今日は CLAWS-SDK っていうライブラリについて紹介したいと思います。で、これはまあ、名前の通り AWS の SDK のコモンリスプ版です。で、まず AWS って何ぞっていう人が中にはいるかもしれないので、説明しておくと、Amazon のクラウドサービスですね。Amazon Web Services の略です。で、いろいろあって、例えば仮想サーバーを立ち上げる EC2 っていうサービスだったり、あと、ストレージですね。ストレージをオンラインに持って、そこのバージョンコントロールとか、アクセス管理とかもしてくれる便利なストレージで S3 というものがあったり、あと SNS っていうノーティフィケーションサービスですね。これはスマホへの SMS を送ったり、あとプッシュ通知とかを配信するサービスです。あと、メールを送るサービス、SES とか、あとデータベースの RDS とかがあります。で、まあ、ここら辺は割と、ウェブサービスとかを作っている人たちは知ってたりするんですが、で、コモンリスプで AWS の機能を扱うときに、どういうライブラリとかがあるかっていうと、S3 とかには、この ZS3 っていうクイックリスプの作者のザッハさんが作っているライブラリがあって、我々の仕事でもこの ZS3 を使ってたんですが、まあ、最近この CLAWS-SDK を使うように切り替えたところです。で、あとは、RDS は普通の Postgre とか MySQL のデータベースのプロトコルなので、CLDBI という深松さんの作っている、インターフェースですね。データベースインターフェースとかを介して、叩けます。で、この AWS の各種機能については、公式から SDK が提供されていまして、かなりなものがありますね。Cプラ から Python から Java からあるので、クロージャーとかだったら、Java の機能を使えばいいって話なんですけど、コモンリスプにはないので、ちょっと自分たちで作る必要があったんですね。で、仕様が公開されているというか、転がっていたので、それをもとに非公式版を作ったのが、この CLAWS-SDK です。これリンクになってるんですが、これはポケペイという、我々のポケットチェンジという会社なんですが、そこの下のオープンソースのプロジェクトです。で、リードミーも適当に書いてあってですね。はい。それで、CLAWS-SDK について説明していきますが、これは、先ほども言ったんですが、ポケペイ配下のオープンソースのプロジェクトです。で、これは実プロダクトで、ポケペイという決済サービスがあるんですが、これで使われていますと。で、前述のような AWS の各種サービスをコモンリスプから使えるものです。で、どう作ってるかというと、AWS 公式 SDK の中の、JSSDK とかがあるんですが、そこの中に、JSON で API の仕様が定義されているものがあってですね。中身見てみると、こういう感じで、JSON で API のバージョンとか、どういう API があって、インプットは何、アウトプットは何みたいな
ラジュールエラーは何みたいなのが定義されています。で、まあ、これをパースしてですね、コモンリスプのラッパー関数をジェネレートしていくというコードがこの中に入っています。AWS SDK の、AWS SDK リスプ。なんか、名前が、名前を勘違いしてました。はい。で、ここのジェネレーターというところがあって、で、ここで、さっきの JSON の仕様をパースして、まあ、パッケージを定義したりとか、メソッドを定義していったりとか、というリスプコードをジェネレートしています。で、実際、まあ、どういう関数になってるんだよっていうと、このサービスの下の、例えばこの ACM だったらば、まあ、こんな感じのものがジェネレートされています。で、ちょっと相当読みにくいんですけど、まあ、パッケージを定義して、メソッドをいろいろ作ったりとか、あと、リクエストレスポンスの構造体を定義したりしているのかな。という感じのコードが自動生成で作られています。で、まあ、なので、先ほどの、なんでしょう、情報源となる仕様の方に書かれていれば、もう全部生成されている感じになっていますね。いろんなサービスのものがあります。EC2 もあれば、DynamoDB もあれば、E メールですね、SES とかもあります。はい、ラムダもありますね。で、まあ、これを、レイクコマンドというのがついていて、これはレイクファイルっていうメイクファイルみたいなものをリスプで実装したという方が、前、高木さんという方が渋谷リスプにも来られてましたが、その方が作っていたビルドシステムですね。で、これでコマンドを実行すると、先ほどの JSON の仕様から、ジェネレーターでいろいろサービス関数とか、コモンリスプの関数群がパーッとジェネレートされていくという感じになっております。はい。で、そうですね。AWS の Java SDK の中に同梱されている仕様からコモンリスプのラッパーを自動生成している。で、公式の Python 製の CLI ツールのクレデンシャル置き場と、同一のところを参照するので、公式のですね、AWS コマンドっていうのがあって、まあ、これで AWS のプロファイル、自分の個人のプロファイルをちょっと見てみますが、で、プロファイルを指定して、ここにサービスですね。例えば S3 とかを入れて LS ってすると、自分のアカウントの中の、ファイル置き場ですね。がリストされたりします。で、これをアクセスするためのクレデンシャルファイルは、.aws っていうディレクトリの下にあって、で、ここにキーとか書かれてる感じになってますね。まあ、割と AWS を使ったことがある人だったらば、この CLI のコマンドを使ったことがあると思うんで、それと同じクレデンシャルが使えます。で、まあ、他にも環境変数で渡したり、あと、まあ、コードの中で直接渡すようなこともできます。で、これは結局、Web API をテキサドラっていう HTTP クライアントで呼び出している感じになっています。これは深松さんが作っていた HTTP クライアントで、割とメジャーなドラクマとかよりもかなり早いと噂の
やつですね。ドラクマとの違いみたいなのが書いてありますが、早いぞと主張している。Windows でも使えるのか。Windows がちょっと怪しいんですが、まあ、Linux とかだったら使えると思います。それで、あ、これは自動生成されたラッパー提供を見てみるスライドですが、先ほど見ましたね。コモンリスプの関数が自動生成されてますと。で、実際、E メールを送ってみるというスライドなんですが、まあ、手順としては、AWS のコンソールから、まあ、自分のアカウントを作って、アクセス許可とかを出しますと。で、この時に、API にアクセスする用のクレデンシャルですね、キーを生成することができるので、それを先ほどの .aws 以下のディレクトリのファイルに書いておいたりします。で、それを、その後に、Web コンソールがありまして、例えば SES っていうメールを送るサービスの Web コンソールはこんな感じなんですが、で、これ、業務用に使うとかだったら、サンドボックスみたいなのを外す制限を突破する作業をやらないといけないんですけど、個人で使ってて、試しに使ってみただけなんで、自分にしか送れない状態になってます、今。この検証済み ID っていうのが、自分のメールアドレスですけど、この人たちにしか送れないようになってますね、今のところ。これはなんか、追加すると自分にメールが飛んできて、そこからメールの中のリンクを押すと、ここに追加されていくと。つまり、この操作してる人が持ってるアドレスじゃないと送れませんっていう制限が最初はついてます。なので、実験とかはできますって感じですね。で、まあ、このコードを打ち込むわけですけど、まずライブラリをロードして、で、プロファイルですね。クレデンシャルの置いてある場所の、プロファイルの名前を設定して、セッションというものを作り、で、そこの中でリージョンですね。これは東京リージョンの名前なんですが、を定義して、で、これはまあ SNS 送るサンプルで、readme とかにも書いてあるんですが、今はメールを送るので、これを実行してみたいと思います。で、これはまあソース、このアドレスからこのアドレスに対して、まあ、こういう名前、こういう題名、こういうボディのメールを送りますみたいな感じのやつですね。で、実行すると送られましたというのが出て、で、まあ自分のメール、ちょっとあれなんで、自分のメール、Gmail とかを見ると送ったやつが来ているはずですね。どうしていいかな。はい、こんな感じのが来てます。これはなんか、送り主が本人じゃない AWS から送られてきてるので、なんか Gmail が勝手にワーニングをつけてくれてますが、まあ中身はハローっていうさっき打ち込んだやつが出てることがわかります。はい。まあそういう感じで使っていきますと。あ、で、これが実演してみるスライドですね。で、S3 にファイルアップロードとかもするんですけど、ちょっとこれはめんどくさかったんで実演はしないんですが、実務でどうやってこれをやってるかというと、実務ではミトっていう OR マッパーを使ってデータベースを管理しているんですが、このミトの派生ライブラリとしてミトアタッチメントっていうのがあります。これも深松さんが作ってくれてるライブラリですね。で、これは、まあ、ここに書いてある通り、
ファイルキーとかをデータベース管理できると。なので、S3 のにアップロードしているファイルを、データベースで管理することができて、まあ、ユーザーと紐付けたりとかですね。ユーザーの自己紹介画像だったりとか、まあそういう感じで別のデータとリレーショナルデータベースで管理することができる。S3 上のファイルをですね、紐付けて管理することができるライブラリです。で、こういうのを使って、S3 を使っています。なので、この、なんでしょう、ミッドアタッチ、ミッドってオアルマッパーなので、クロスのオブジェクトを作ると、で、それをデータベースに保存しますっていうのをすると、ここに勝手にアップロードされてですね、S3 に勝手にアップロードされていくという感じの作りになっております。まあ、これは機会があったら実例とかを紹介したいなと思います。で、最近の活用事例だと、もともとさっきも言ってた通り、クイックリスプの作者の方の ZS3 というライブラリを使っていたんですが、これが Pre-signed URL っていう S3 にある機能に対応してなかったんですね。で、これはまあどういったものかというと、ファイルアップロードする前に、事前に置き場の URL を発行して、それを第三者に公開できるっていう機能なんですね。で、これを使うと、まあどういったことができるかというと、生成に時間がかかるファイルを、その生成開始を API から受け付けて、その時点で同期的に API のレスポンスとして予定値の URL を返すと。で、ファイルができたら Webhook とかで通知するみたいなことができます。なので、ちょっとここにイメージを書きたかったんですが、間に合わなかったので、言うと、なんかリクエストを受け付けて、受け付けましたみたいな画面を出して、なんか予定値みたいな感じで URL を出しておいて、それが、出来上がると、ファイルが出来上がると、実際に S3 にアップロードされて、それをダウンロードできるようになると。という感じのイメージですね。よくなんか、SaaS で言うと、まあ、家計簿系のフリーとかではあると思うんですけど、アーティファクト画面みたいなのがあってですね、予約しておくみたいな依頼をかけて、で、実際できるのはちょっと時間がかかるんだけど、それまでなんかそれをリストしておいて、できたらダウンロードできますみたいな感じのイメージです。まあ、そういうところに、今回の AWS SDK リスプを使っています。で、まあ、今後の展開なんですが、先ほど言った通り、API 仕様に書かれているものは全部使えるようになっているはずなので、使ってみたいものがいくつかあって、例えば DynamoDB とかですね。これは AWS 上で使える NoSQL のデータベースシステムです。で、高速で、まあ、スケーラブルで、RDS よりもコストが安いので、単純なキーバリューストアとかはこれを使っていきたいなという気がしています。で、これまあ、クラウドサービスなんですけど、ちゃんとローカル実行用の JAR バイナリが配布されていて、手元でもテストできるという感じになっています。で、まあ、これ直接使うのはあれかもしれないので、AWS SDK の上にもうちょっと高水準なライブラリを作ってみたりとかできるかもしれないなっていう気がしています。はい。大体以上ですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。何か質問とかある？あ、やっていきたいと。あるかと。あ、すみません、いいですか？はい。これ、名前違う。なんか API の AWS の API の呼び出しって割となんかパラメーターだけな気がしてるんですけど、その生成されてる関数って何をやってるんですか？ですね、まあ単純にラップしてるだけだと思うんですけど、
なんか、あれ、違うな。どこ行った？これか。まあ、究極的にはリクエストを出すっていうことだと思いますけど、うん、あとなんか、API で提示されてるエラー一覧みたいなのがあって、それに対応するコンディションとかを定義してるんじゃないかなと予想。おぉ。なるほど。どうなんでしょうね。そんなに高級なことはやってないと思うんで。なるほど。なんか、クロージャーで最近、デファクトスタンダード的な感じになってる AWS API っていうライブラリーがあるんですけど、それはもう本当に、そのリクエストのパラメータをマップで渡すだけみたいな感じになっていて、API ごとの、なんだろう、関数の定義とかはなくて、でまあ、一応なんかスペックの定義はされているんですけど、なんで、パラメーターの、誤りとかは、そのスペックのチェックで弾かれるって感じなんですけど。ああ、なるほど、なるほど。これはそうですね。多分、インプットが構造体になってて、その構造体で一応。ああ、そういうこと。このデフストラクトとかがそれなんじゃないかなと予想してるんですが、でここでタイプつけられるんで、なるほど。ストリングになってるかとかですかね。なるほど。だが、ストラクトを定義するメリットがあるのか？多分、スペックみたいに、構造体に型をつけられるので、型塗る、例えばどっかにストリングと塗るとか、オア塗るとか書いてありましたけど、タイプですね。そうです、ね、ストリングか塗る以外が来たら、実行時に、なんだろう、チェックマクロとかで死ぬみたいな感じになっちゃいますかね。と思いますね。例えば、このセンドイメールだと、これですが、リストと比が読みづらい。まあ、これが引数ですよね。アーグスで。おぉ、すげえ。多分、AWS リクエストって。下のところにありますけど、そこが投げるところですよね。ということは、これが引数のメイクリクエストウィズインプットが多分、なんか、こう、いい感じに AWS の求める形にしていそう。そう、多分この E メールリクエストっていうのが構造体、クラスか。型どこだ、確かに、ちょっとどうなってるのか気になってきます。でもこれなんか中身全然ないな。いや、多分継承してやる。ごめんなさいでした。そうです。なんか、センドイメールリクエストっていう高速体があるけど。で、なんか、リクワイアードなパラメーターとかが、何やら書いてある。あ、すごい、僕、エラーっていうオプション知らなかった。これなんか、ソースっていうのが、あ、そうですね、コピアーもなんだそれ。多分、そこは多分、あれですね。構造体のオプションですよね、多分。この構造体をどう使っ
ってるのかで言うと。ああ、インプットはそれですよと。すごい。まあ、JSON にしてるのかな。まあ、関数の引数から、この構造体を作ります。で、そこから JSON に変換してますって感じですかね。すべては予想なんですが。このインプットペイロードとかで多分 JSON を作ってるのかな。はあ。あ、いっぱい出てきた。これ構造体も継承してる？いや、違うか。違いました。え、多分、構造体の作るときに継承してて、うん、で、なんか、リクワイアードとかさっき書いてあったんで、ここら辺でやってんじゃないかなっていう予想をしています。例えば、今ソースがリクワイアードになってますよね。だからさっきのこれでこれをなんかなくしたらどうなるかみたいな。が、リクワイアルですっていうのが出てきますね。で、これはさっきのメイクセンドイメールリクエストっていう構造体を作る関数の中でエラーを出していると。これですね。なので、この関数はいろいろキーワード質を持ってるんですが、これの中になんか何がリクワイアードで何がオフショナルでとかは実は含まれてて、間違ったものを指定するとちゃんとエラーにしてくれると。いう感じの作りになってるんだと予想します。はい。今のになってます。ちなみに、はい、コモンリスプって、なんか、型が静的に分かったら、静的にエラーを出してくれるとかあるんですか？静的にエラーを出してくれる。そう、コンパイル時にエラーが出ることってあるんですか？あ、事前に。まあ、警告ぐらいでもいいんですけど。警告出ますよね。警告は出ますね。関数の引数として宣言出たら警告は出るはず。呼び出しが間違ってたら。ただ、これの作成時だから出るのかって言われると。例えば、今これストリングを期待してますけど、これに例えばなんか数字打ち込んだらエラーになりますよね。で、これはまあ実行時エラーなんですが、これをコンパイル時にエラーにしてくれるかというと、なんか関数定義に来るんで、なんか、はいはい。で、これで CC でコンパイルすると、出してくれない。くれない。あ、そうなのか。なるほど。なんか、うん、それで、あ、はい。お願いします。関数の引数にしているから、今できないですけど、構造体を作る。書き方にすると、多分 SVC はそれを教えると思います。ああ、メイクセンドイメージ、はいはいはい。メイクなんちゃら関数を使わずに直接、はい、構造体を書けばってことですか？センドイメール関数が REST 引数でそのメッセージデスティネーションソースを受け取って、それをアプライ、メイク構造体、出してるということになってるけど、うん、それを、メイクセンドイメールリクエストの呼び出しを直接書けば、多分コンパイラーはわかるので、結果出してくれます。なるほど。じゃあなんか、アーグスとかを返してるからわかんなくなっちゃってるんであって、もうちょっとここのジェネレーターをうまく書いて、構造体のこのメイクセンドイメージリクエストを直接呼び出すような感じにすれば。でもこれって多分同じ関数でいろんな
キーワード引数受け取れるようにするように多分レストキーになってるはずですね。あのレストとキーを、あのアンパサンドのレストとキーを組み合わせると、あのそのキーで指定してないのも中にアーグスに入ってくるっていう仕様をするので、ここの キーズで指定されてるやつはここのアーグスに入ってくるってことですね。指定してないやつも全部入るのです。ああ確かにそうですけど、それするとアローアザーキーズしないとエラーになるという。そうですね、その通りですね。確かになんか言うのはラブルとかついてるし、うん、だからアプライに渡すためにアーグスにレストしてるということです、いやなんか直接構造体外で作ってこれ渡せばいいじゃんっていう気がしてきますな、これの引数はリクエスト、ストラクトみたいな感じにして。どうなんだろう。この構造体をもう、うん、エンドユーザーが直接使う。うん。感じにしたら、コンパイラーも警告出してくれるかもしれないです。そういうことですね。なるほど。ありがとうございます。お、あ、すいません。もう他に質問なければもう一個いいですか？結構、その各サービスの API、API なのかな？ API って単位かわかんないですけど、結構、その、アップデートがあるっていう認識なんですけど、それって、今、その、この、ライブラリーというかパッケージというか、ちょっと何て言うかわかんないですけど、すべてのサービスの関数定義を全部持ってるって感じですか？なんか分割されてるんですか？それぞれでパッケージは作ってますけど、ああ、そうなんですね。だから、独立なシステムになってて、クイックロードとかで都度呼び出すみたいな感じですね。だから、さっきのサンプルコードでも、最初にクイックリスプで必要な、クイックロードで必要なサービスのやつを読み込んでいる感じです。なるほど。で、その API のアップデートとかって追従してる、なんか CI とか回しているって感じですか？いや、全然してないんです。特にはやってる。ただまあ、普段使ってるようなものだと結構、あんまり更新なくて、S3 とか。まあそうですね。EC2 とか、かなり S3 とかはそうかもしれないですね。JSSDK とかの方に行っても全然0年代とかだったりするんで。結構古いっすよね。例えば S3 とか。うん、あでもなんか更新されてるのは更新されている。例えば SES とか2010年がもう最後。新しいやつはまあ。そうですね。ラストマンスって言われてる。ダイナモ DB も更新されてるけど、最終が2012年だったりとか。なかなか買えないんだなっていうのが見て取れますね。なるほど。そもそもそのサービスとしては新しいものは新しかったりしますけど、うん、全然もう5 years ago とかも普通にあるし。そうですね。だから小さいサービス使いたかったらここからまた落ちてきて、さっきのジェネレートコマンドを打ち込む必要があると。うん。じゃユーザー側でってことですか？これ使ってるの我々なんで、我々がまあ必要だと思ったらやるみたいな。なるほど。あ、オープンソースなんで一応あれも受け付けてます。なるほど。PR も受け付けてます。はい。
まあでも生成するのはレイクコマンド一発で一応できるはできる。そうですね。はい。はい、なるほど。で、バージョニングされてるかというと、例えば、古い方を使いたいんだみたいなことができるかというと、はい、多分できないんじゃないかな。わかんないですけど。なるほど。過去の API 定義が、あれその JS のところ、ADAppViewSDKJS って、が公開されている API でしたっけ？多分違いますっけ？ですね。はい。この APIS っていう、この JS のファイル。残ってれば、こいつを指定すればいける。そうですね。うん、過去の API を取ってきて、それをして、それを、この APIS の下に入れて、うん再生成すれば多分できるんじゃないかなと思いますけど。なるほど。あ、なんかその時点での最新を取ってきてるのかな、これ。2つあるやつはないですね。パッとに。ポリーとか音声合成でしたっけ、これ。うん、そうですね。なるほど、ありがとうございます。他に質問ある方いらっしゃいますでしょうか、うん、なんかオープン API とかなのかなと思ったらなんか独自っぽいですね仕様というのは JSON の JSON のああなるほどだからなんだろうこれ公開してるというか公式の ASDK に同行されてたやつっていう感じですね。うん、はい。まあ、そんな感じですかね。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。そしたら、一旦こう、シェアをしますね。ちょっとですね、久々すぎて微妙に流れが吹っ飛んでいるんですが、どんな、なんだ、これ、何？あ、はい。というわけで、今発表2つしていただいたんですけど、ここで飛び入りの発表があるっていう方、いらっしゃったりするかわかんないんですけど、いません、いますかね？多分いない、多分いない。はい。では、クロージングに向こうと思います。なんだっけ、リスプミートアップは毎月2ヶ月ごとに、奇数月の最後の木曜日ぐらいのこの時間帯にやっております。また、ふるってご参加ください。また、偶数月かな？今、奇数月なんですけど、偶数月の最終週の日曜日のお昼頃にリスプティータイムというイベントを、こちらも隔月で交互に入る形でやっております。なので、今度いつだ ?8 月のどっか、わかんないけど、最終週、27日ぐらいにあると思います。ので、こちらは多分、黙々会だと思うんですが、僕がそろそろ復活してきたので、なんかしたいなとか思っていたりしない気もないです。そちらも、ふるってご参加ください。ということで、そうですね。とりあえず、再来月が、リスプミートアップ、次のリスプミートアップなので、なんか、発表しようかなっていう方は準備しておくといいかもしれません。というわけで、今日は、リスプミートアップ110、これで終わりにしようと思います。で、この後、一旦ここで締めるんですが、この後、懇親会、まあ、雑談タイムですね、をやるので、ここで、まあ、一旦締めますので、そこで抜けていただいて大丈夫です。懇親会に参加される方は、そのまま残ってご歓談という形になります。では、今日来ていただき、ありがとうございました。というわけで締めます。はい、ありがとうございます。で、シェアスクリーンをストップ。中抜け。はい。疲れた。というわけで、懇親会でございます。